イエーイ。ということで、今回は水曜日のダウンタウンをご覧いただいた皆様、本当にありがとうございました。はい、反響がすごく良くて、そのたくさんすごいコメントだったりとか DM くださった方々ありがとうございます。そのおかげでなんと毎日メイク決まりましたので、今日は毎日メイクしながらその水曜日のダウンタウンの裏話だったりとか感想だったりとかを聞いていただけたらなと思うので、ぜひご覧ください。せーの、どうぞ。はい、ということで早速メイクしていきたいと思います。やばいですね、メイク道具がめちゃめちゃ多いんですけど。一回見せてほしい、画面にどんだけでかいの使ってるか。こんだけでかいの使って顔よりでかいよ。はい、こんだけでかいの使ってます。2段です。すぐ汚れるのでシーンで買ってます。あとはナッツのポーチです。はい、じゃあ始めていきたいと思います。まずは何からしようかな。はい、&B UV ミルクスタンダードってやつ塗っていきます。だいたいちょっとしか塗りません、こういうのは。はい、どんだけメイク早く終わるか楽しみです。逆に普段のぐらいかけてるんですか、メイクに。普段2時間です。かわいすぎでしょ。私お風呂も入るので朝、うん、なんかだからもう家出る4時間前に起きるんですよ。すごいやばいんですよね。だからすごい、だからめっちゃ早く終わりそうだなと思ってます今。ケイトプロテクションエキスパートラスティング化粧下地です。化粧下地です。これはめちゃめちゃマットになるやつです。やっぱギャルはマットにしていかないといけないのでマットにしていきます。ということで今回のね、はい、動画のタイトルでもあると思うんですけど、はい、あおこの水眼見ていただいてありがとうございましたということで、はい、ありがとうございます。めちゃめちゃさ反響やばかったと思うんですけど。やばかったですね。どうでした。いや私本当に110万払ってると思ってやってるんで、コメントとかすごい良かったよってすごい言われるんですけど、本当に一言二言ぐらいしか覚えてなくて、自分が発した言葉を。でだからなんかもうめっちゃ見るの怖かったんですよ。しかもドッキリもどこから始まってるかも知らなかったので、だから見た時にわこいつやってんなって自分のこと思いました。あ、自分でね。はい、自分でわこいつやってんなってめっちゃ思いました。ザ・セムのチップコンシーラー、これ緑のやつですね。あの飲みすぎで肌荒れやばいんでニキビ消していきます。まんちゃん普段からお酒飲むの？まだ飲まなくなった方です。うんうんうん、なんか前はめちゃめちゃ飲んでてすごいもうほんと肌荒れとかもやばくて、毎日家でビールとか飲んじゃうタイプだったんですよ。だからあのドンキとか行ってこうダンボールみたいなの買ってたんですけど、最近はちゃんとあんまり飲まなくなります。ほんと飲んでも1本とかしか飲まなくなりました。ポンちゃんアニメめっちゃ好きなイメージなんですけど、はい、最近は何一番見てるの？いや、薬屋の独り言ってやつ見てて、人志様っていうキャラがめっちゃイケメンなんで、ぜひ見てください。ぜひ、マジで最近の推しです。アクリオのカバーハイクローファンデーションってやつ塗ってきます。なんか塗り方とかにコツっていうかポイントありますか？いやマジで全くないんですよね。もうパマバーンってやって、ここからこうスポンジで頑張ってぼかすっていう。スポンジマストだ。スポンジマストです。そのスポンジはどこのなんですか？これはさっき薬局で買いました。なかった、持ってくんの忘れちゃったんで、さっき買いました。高かったです。なんかめっちゃ高かったです。すごい。これ400円ですよ。高くないですか？高っ。びっくりしたんですけど、え？と思って。マキアージュのコンシーラースティック XEX ってやつ使っていきます。これでも全部撲滅させていきます。でんでんでん。この辺が結構早いです私。キャンメイクマシュマロフィニッシュパウダーの MO 版かな。これめっちゃ可愛いんです、パッケージが。なんか買うコスメにこだわりとかあったりしますか？ブランドとか。もうめっちゃ前
前とかは結構ディオールばっか使ってたんですけど、なんか高ければいいもんじゃないなって気づいて、でこれを超える本当ファンデーションなくて、だからもう基本プチプラですね。私マジでプチプラです。今使ってるの超安いと思います、全部が。やっぱその中でも400円のスポンジは相当高い。え、高いです、マジで。400円のスポンジはマジで高い。びっくりです、本当に。おいみたいな、ワンチャンキャンメイク買えるぞと思って高すぎて。はい、でこれスポンジでなじませます。ちなみにさ、水暖見たよってさ、はい、たくさんいろんな人から来たと思うんですけど、はい、お母さんとかさ、ご家族はさ、はい、はい、ママが見てくれて、ママめっちゃ喜んでて、でもまずそもそもがドッキリって知らなくて、ママ、50万私がとりあえず出すから、ママに50万借りようとしてて、で、なんかママに50万貸してほしいんだよねって言って、こう経緯を話してたんですよ。こう水曜日で働いてるのに、100万必要で、みたいな。で、言ってて、いや、わかった、みたいな。で、なんかじゃあ、みたいな。その事務所と相談して払う日にち決まったらまた連絡してねってなってて、ドッキリってなった瞬間、マジでもう経緯が長すぎて、ママに説明するの1時間半かかりました、電話で。それが一番しどかったです、マジで。長っと思って。ママびっくりしてた？え、めっちゃびっくりしました。え、どういうこと？どういうこと？ちょっと意味がわからないんだけど、とか言われて。え、じゃあ水曜日も食べたら照れなかったってことって言われて。いや、違くて、出てるわ、出てるのよ。言って、もうあとはもう見てくださいって言いました。感想は何て言ってました？なんか、超ウケんだけどって言われました。めっちゃギャルじゃん、ママ。ママめっちゃギャルです、マジで。マジ超ギャルですね。よく一緒に TikTok 出てるお姉ちゃんは見てくれました？お姉ちゃんは多分まだ見てないっす。逆にね。逆に見てくれてないっていう。なんでかなーと思いながら。何も言わなかったです、まだ。お姉ちゃんから。で、だから、早く見てほしいですね。あ、こういうの下地の時にこれを塗ります。リップレブロンのやつです。これレブロンのつって、あ、レブロンキスシュガースクラブってやつ塗っときます。間にキャンメイクシェーディングパウダーの01番塗っていきます。こんな全顔やるの初めてすぎてマジやばいっすね。そんな雑でいいの塗り方？はい、めっちゃ雑っす、私。マジやばいぐらい。だから本当、なんかすごい VK バンドの人みたいになります、私。で、ちょっと調整していきます。ライン大事なんで、ラインだけ書いていただけたら OK です。はい、次いきます。次、眉毛エクセルの8番使っていきたいと思います。さっき買ったやつですね。はい、これもさっき買いました。いつもエクセル使ってるんですけど、ちょっと眉アートをしたばっかりすぎて、ちょっと絶賛ダウンタイム中なので、うまく描けるか否か、かさぶた状態です。かさぶた状態なので、ちょっと描けるかなっていう。アイブロウパレットライトブラウン01番。いや、本当はケイト使ってるんですけど、このライトブラウン系の色味がケイトなくて、なんか意味わかんないドンキの500円ぐらいで買った安いやつ使ってます。これはちょっと本当前頭をちょっとだけ描く感じで、うん、まあいいでしょう。はい、次いきまーす。はい、キスミヘビーローテーション。はい、これギャルの味方ですね。カラーブロー、アッシュブラウンです。アッシュブラウン見えなかったですね、これ。やっぱみんなもうキスミーですね。これマジでカラー展開がエグすぎて、でもどんな髪色でも合うのがあるんですよ、絶対。だからこいつ使ってます。でもこいつめっちゃハゲるんです、ここロゴがいつもなくなっちゃう。みんなないね、基本みんなないですね、これもロゴが。変な毛が出てくるので処理してください。
綿棒でいつ寝てるの？いや、綿棒ほぼ使わないです。なんか今日ミスったっす今日ミスってます、めちゃめちゃ。ぶっちゃけ、沢田さんのことは一度も怪しいと思わなかったんですか？いや、マジで思わなくて、沢田さんマジすごいんですよ。私がアレックさんのまず膝の上に乗っみたいなので結構ちょっとアンチが来たんですけど理由があって、それもあのアレックさんが私がこう座ってた席からちょっと離れてご飯を取りに行ったら、そこにアレックさんが座ってて、で席なくなっちゃったから、あのクーキーズでこう食べてたんです、ご飯。そしたらアレックさんがおいでよみたいな感じでこうバーンってやられて、え、なになにってやってたら、え、なんかいい感じじゃんみたいに言われたから、イエーイとかってちょっとふざけてたらそれもそこを使われちゃって炎上しました。炎上したの？プチ炎上ですけど、プチ炎上して、でやばいと思って沢田さん助けてくださいって言ったら、沢田さんが本当めっちゃプロデューサーになりきってるから、いや俺ほんとそういうの嫌なんだよね、やめてよとかってやってるからめっちゃ嫌だと思って、そういうのもあってマジで疑わなかったです。 一命もそれ止めてくれたの沢田さんですじゃあまずもうその会自体も疑わなかったの？その空間とかさ、はい、そもそもなんかみんなそんなに仲良くないと思ってるんですけど、なんか君とほんと高校からもずっと一緒で、地元もずっと一緒なんで、もうめちゃめちゃ仲いいんですよ、地元の子だから。でたまたま誘われて、でなんかそういう飲み会とかに呼ばれたことなかったし、本当に来てほしいみたいな、マジで人見知りで本当に一人じゃいけないから本当に来てほしいって言われて、まあ、いつも髪とかもやってもらってるしお世話になってるから、あ、じゃあ行こうと思って行ったって感じなんで、なんとも思ってなかったです。じゃあ君だったところも疑わないポイントだったから。そうですそうです、私的には全然だから分かんなかったです。アイブロウパレットを使って鼻筋描いていきます。こう三角に描きます。まずはもうなんかあんまりこだわりないんですけど、本当に結構雑です、私のメイク。ハイライト、ディオールバックステージ、フェイスグロウパレット3番です。これを筆で取っていきます。この全部筆は6プラスってやつ使ってます。6プラスで、ここ頬の部分と大まかに入れます。あと T ゾーン、これは決めて、ちょっと丁寧に入れて、このちょっとちっこめのやつで目頭の部分と、鼻のめっちゃテカラスタインでめっちゃ塗ります。あと唇の上で、やりすぎちゃった。はい、でさっきのこのパウダーでここ描きます。この口の下のとこ描きます。はい、やっと目に入れます。はい、次キャンメイクシェーダーアイライナーってやつで涙袋描きます。いなくなっちゃうかな、これも。結構濃いめに描きます。はい、これちょっと後ろ系って何人買いなんだか分かんないですけど、シーグラムのパレットでアイシャドウしていきます。てててん、ありました。この一番薄い色で全体を塗っていきます。こっちも描きます。この色を使っていきます。隣の色ですね、隣の色で二重幅いきます。ダウンタウンさんに生で会ってみてどうでしたか？マジでめっちゃ優しかったです、えー、びっくりするぐらい本当にすごい有名な YouTuber の方とか、やっぱちょっとインフルエンサーの方とか、あ、みたいな
ちょっとツンケンしてる人とかもいらっしゃるじゃないですか、やっぱり。だけどやっぱそういう、なんか僕有名なんでみたいな方いらっしゃると思うんですけど、全くそういうの一切なくて、お願いしますって言った時とかも、頑張ってねとかすごい言ってくださったりとか、スタジオ全メンバー超優しかったです。一言一言めっちゃ一人ずつすごいいただいて、終わった後挨拶した後とかもすごい、浜田さんとかも優しく、大丈夫だったごめんねみたいな、叩きすぎちゃったよねとかみたいな、でもめっちゃ面白かったよとか、ちゃんとギャラもらえるから安心してねとか、お母さんに伝えてねとか、そう、松本さんとかもなんか、ハープすごい良かったよみたいな、また一緒にできるといいねみたいなとかすごい言ってくださったりとか、だからダウンタウンさんマジ神です。神でした、本当に神。はい、次このドンキのめっちゃ安いアイシャドウパレットのこの一番暗い部分だけ使います。もし事務所がお金を貸してくれなくても自腹でも出ようと思いましたか？いや、自腹だと思ってたんで、まず結構はしょられてて、その部分結構なんかそのカットされてる部分が多かったんですけど、まず事務所っていうワードを私は1ミリも出してなくて、で自分でも払わなきゃいけないと思ってて、とりあえず100万ポンって出せるような金額は持ってなかったので、50万ならなんとか自分の貯金とかでいけるかなって思ったんですけど、100ってなると結構難しいと思って、で一旦ママに相談させてください、その後になんか、あ、でもみたいな、一旦事務所に相談してみなよって言われて、事務所が50万持ってくれるかもしれないかなみたいな、事務所に相談してみてって澤田さんに言われて事務所に相談しに行きました。すごっ、はい、その流れもあったんだ。ありました、ありました。じゃあもう全部あれなんだね、もう、はい、組み立てられてたんだね。え、そうなんです、だから、あ、事務所払ってくれるのかなってそこでめっちゃホッとしました。カラコンはなんかのメガベージュです。あとでここ載せてもらいます。なんかのメガベージュです。もうこう入れます。でこれはカラコンをこのタイミングで入れる理由があるんです。本当に教えてください、理由を。ギャルメイクってすごい目の工程が多いんですね。で私めちゃめちゃ目が良くて、度なしなんです、カラコンが。でなんかすごい粉とかついちゃうんですよ、どうしてもカラコン入れてからやると。でそれで視界が悪くなるのがマジのストレスで、それでもうめっちゃストレス抱えるからやめました。もうこのタイミングで入れようと思って、それからこのタイミングで入れてます。でもなんか結構なんか意外とシャドウとか濃すぎて結構なんか涙とか出ても持つなと思ったんで、そのままこの方法でやってます。このキャンメイクのジェルライナーの一番の真っ黒なやつで粘膜を引きます。でも粘膜描いていきます。すごい画家が変えるかな、ギリです、ギリギリ頑張ります。はい、メイベリンハイパーシャープライナーで描いていきます。時間がね、マジで。はい、メイベリンのスカイハイブラック、これでまつげをやります。でも言うてもこのまつげは適当でいいです。つけまつけるんで、つけまつけるんでちょっと適当です。はい、でこっち側も同様にやっていきます。あぶって、ホットビューラーとかじゃなくてそれが一番いいの？え、これが一番いいですね。ホットビューラーゴミでした、私の場合。合わないんだ。はい、なんか上がりすぎても嫌なんですよ、つけもつけるんで、うん、はい、ということで反対もやっていきます。キリキリ、調整します。いないね。
あ、うん、調整ポイントいない。はい、いるよ。ハイパーシャープライナーのナチュラルブラウン、これ使っていきます。で、下の線を描いてます。出るかな、こいつら。それ同じアイテムを3つ持ってるの。はい、すごいじゃん、ストック癖が。アイライナーとかやばいですね、ギャル。すごいよ。あ、いけてる、くさ。何のコンテンツですか。これは今、下まつげを描いてます。あー、せっかくのコンテンツが、これ難しいです。こう頑張りますね、じゃあ。下まつげをつけるんじゃなくて描くんだ。描きます。またビューラーしていきます。下まつげ、これめっちゃ大事なんで、ベリーベリーホットにします。こうちゃんと温度確かめて、熱々。はい、下まつげをこう挟んで、メイベリンのアイメイクベースアップみたいな、はい、ベース塗ります。めっちゃ大事なので、めちゃめちゃ塗ってください。はい、メイベリンのこれを塗っていきます。ボリュームウォータープルーフマグナム、マグナム塗っていきます。ゲルがみんな使うやつね。はい、マグナム、これ大事。これめっちゃ一番下まつげはマジでいいですね。でも私、水曜日のダウンタウン、うん、あのドッキリのやつがなんか90分になったんですけど、30分しか使われてなかったんです、あの飲み会のとことか。はいはいはい。で、私もっとあると思ってたんです、逆だと思ってたんですよ。私のスタジオが30分で、そこの下りが1時間あると思ってて、え、スタジオ長って思ったんですよ。だからで、なんかそのキミとこうカフェで喋ってるところがあって、であれ待ち時間なんです、偽番組ので。偽番組の撮影私1時間ぐらいさせられてるんですね。なんていう偽番組なの、それは。 Z ギャルズっていう偽番組の、ありそうだね。でもそう、撮影をやらされてて、で、しかもなんかエアーで、なんか食レポできますかとか言われて、なんかエアーでやってくださいって言われて、私なんか謎にチョコレートケーキをエアーで食べて食レポするとかやらされてたんですよ、全部。全カット。え、1時間全カットされたと思って。ガチ悔しいっす、マジで。アーボンのちょっとエアーのケーキ食いがダメだったってことも。え、でも結構喋ったんですよ。だから何ならいけますかとか、 NG ありますかとか。めっちゃ面白 い、 いや、めっちゃ。え、しかもここでも撮影しましたからね。そうなの。ここでも撮影したんです。事務所のマネージャーで話す前に、うん、Z ギャルズの撮影で呼ばれてて、 Z ギャルズのあの番組で事務所紹介するみたいな感じで、はい、こちらですとか言って、バリバリエッグのクッションあって超気まずいみたいなっていう状態で撮ってたんですけど、全カットです。それもダブルライン描きます。あ、やばい、マスカラ塗ってなかった。じゃあ、ちなみに、はい、スタジオメンバー、はい、男性陣の方は何人かいたじゃん。はい、だから中で誰が一番かっこよかったですか。超迷う。浜田さん。じゃないけど。おお、浜田さん。なんで浜田さんなの。なんかすごいめっちゃ気にしてくれて、で、私全然本当に緊張しなかったんです、楽屋の時は。もう楽しみが勝って、でもあの多分見てくださった方は分かるんですけど、本読みがあったんですよ、全員での。あれで松本さんが「いや」みたいな、そこを「いや、そんな強く言っちゃったら俺が受けへんくなるから」みたいなことガチでやってて、ガチ怖い、やばいと思って、もうそれでもうめっちゃ手震え出しちゃって、で自分のセリフの時とかも
どんぐらいの声量で言えばいいかとか分かんなくて、あやばいやっちゃったかもって思ってたら浜田さんがこうやってやってくれてめっちゃ和みました。もう私あれなかったら多分もっとド緊張だったと思うんで。そのシーンもあったもんね、はい、そこに全部の優しさ詰まってた。あれマジであれなかったら結構やばかったです。本番前にあれなかったら、まあ、あれで惚れました。私はめちゃめちゃ惚れました。じゃあ逆に第2位は、でもウイカさんかもしれないです。ファーストサマーウイカさん、はいはいはい、めっちゃすごい気にしてくれて、なんか本番の時とかも頑張ろうねとかみたいな、半分今のすごい良かったよとか、コメントちゃんと言えてたねとかみたいな、終わった後とかもなんかすごいドッキリ本当ごめんねとかみたいな、すごい言ってくださるんだ。もうなんかもうこれから絶対売れると思うからみたいな、また頑張ろうねみたいな、なんか本当ごめんね騙しちゃってみたいな、すごい言ってくださって、もう皆さんすごい言ってくださったんですけど、なんか気配りとかがすごくて、でなんかめっちゃいい方たちだなって思いました。素敵すぎたってことね。はい、素敵すぎました。あの現場素敵すぎました本当に。え、この人がめちゃめちゃ目標ですだったりとか、こういう人は憧れですみたいないたりするんですか？やっぱりでも私ずっと追っかけしてたので、藤田ニコルさんみたいになりたいです。追っかけしてたんだ。はい、めちゃめちゃ好きで、学校休んでまでファンビとか行ってました。で、なんかすごいテレビだから出たての時とかもすごい見てたので、やっぱギャルでこんなにめちゃめちゃテレビ出るってなったのって本当にニコルさんのおかげだと思って、だからやっぱもうその道を作ったじゃないけど、私も何かしらこうアニメとかも好きだし、ギャルタレントですごい声優さんになったりだとか、そういう子たちが出てくるように何か芸能関係で道を作れたらなと思ってます。ぜひ頑張ってください。頑張ります。大期待しております。頑張りますね、本当に。そして画角からいない。ああ、画角。キャンメイククリーミータッチダイナの02番、これね、この粘膜、下の粘膜を塗っていきます。ここちょっと太めで、あと細めで描きます。下の粘膜描くと何がやったら違うんですか？もう私、目が離れてるので切開ライン描くんですよ、の時にだいぶ馴染みます、これを描くことによって。なので絶対これを描きます。これ茶色にする理由なんですけど、黒じゃなくてガーンすぎちゃうんですよ、もうめっちゃこっち黒で描くんで、なんか優しさをもたらしたい目に。なので茶色で描きます。でこれでさっきのやつです一緒で、世界ライン描きます。これマジで失敗したくないんだけど、どうしよう。頑張りますね。やばいですね。はい、ちょっと失敗しましたが、まあ一旦つけもつけて考えます。一回ちょっとアップで見せてもらっていいですか？はい。いや、マジ若干失敗しました。こうやって描くの めっちゃ難しい。ガチでびっくりした。めっちゃ難しいなと思って。あとは微調整するので、さっきのやつ、涙袋もちょっと微調整します。アオポン的にはアイメイクの中で何が一番ポイントですか？もう切開ラインです。もう、ないと生きていけない。やめた方がいいよってめっちゃ言われるんですけど、いや私も個人的にこれないと生きていけないのでやめません。何を言われようとそれだけはやめれません。つけまーちゃんとこのまま持ってきたんですけど、この大事なパッケージがないっていう。後でちょっと書きます。後で書きます。探せるかな。マジで何のつけまか よく分かってないんですけど、とりあえずギャルなので買いました。めっちゃギャル。タバ関係ですね。はい、タバ関係大事ですね。芯が刺さって痛くなるようなつけまが好きです。硬いやつだ。硬いやつ、超硬いです、これ。のり紹介。はい。ギャルの味方、ディアップです。マストだ。マストです。このつけまのりしか勝たないですね、マジで。これマジですごくて、
シャッフルの時につけまだ結構取れなかったっす。本当にすごいね。いやさすがにジャバン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 したら取れましたけど、かけ合うぐらいは全然余裕でした。うーん、マジで最強接着だ。最強です、本当に。え、あの中間つけて目尻つけて目頭いきます。で目頭若干1ミリぐらい開けてください。爪便利です。こうやってあげます。はい、すごいね。すごいですよね、このつけま、ガチですごい。はい、反対もつけます。はい、でこれで微調整します、アイラインを。いざ自分がやると本当に難しい、難しいし、この鏡持ってのアイラインやばいっすね。わかんないですけど、結構1年ぐらい前に買ったマックのやつです。これマジ持つ、めっちゃ持つ。はい、これ涙袋になります。こうか、これで入るかな。すごい、めっちゃキラキラ、めっちゃキラキラなんです、マジでクリスマスっぽいです。チークはセザンヌの17番かなを使っていきます。で、こう感じで筆はとかも、これは6プラスです。全部6プラスです。この辺だけちょ若干濃いのにつけて、でリップはこのなんかシーグラムのやつ使ってます。シーグラムめっちゃいいよね。はい、めっちゃ発色がいいんですよ。なのでシーグラムを使うんですけど、その前にこれあのなんすかこれ、薬用リップ、メンソレータを塗ります。メンソレータを塗って、でリップなんですけど、もうほぼない、なんかこの上の三角の部分とこの下の部分だけちょっとオーバーめに塗ります。そうなんです、めっちゃ濃いので、これを一旦ティッシュでオフします。オフして、はい、ディオールの、アディクトリップマキシマイザーの20番のブラウン、これを上から塗ります。結構多めに塗ります。これはい、完成しましたイエーイはい、ということでメイクが完成しましたイエーイ。はい、このメイクは水ダウンの時も同じメイクだったんですけど、まあたくさん感想だったりとか、すごい裏話とか話せたんではないでしょうか。ということで、この動画にもたくさんコメントお待ちしてます。よかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いします。あ、高評価もお願いします。で、あとまたまたテレビたくさん出たいので、よかったらダウンタウンの二人また呼んでください。